令和元年11月3日大阪エキスポフラッシュフィールドにてキリックストヨタブルファイターズ対昌栄ブレイザーズの一戦が行われます。試合開始13時40分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホワイト、バックスタンド側が昌栄ブレイザーズ、奥側メインスタンド側カラーのユニフォームエンジンのユニフォームがキリックストヨタブルファイターズです。コイントスが行われます。ただいまグラウンド中央では両チームのキャプテンによってコイントスが行われております。昌栄キックオフキリックスリターンで試合が始まります。カウンター16番、キリックスリターン、9番、このリターン力キリックス陣45ヤード付近でボールデッド。パス成功、ファースダウン。パス成功、ファースダウン。クォーターバック3番、ワイドレシーバー9番にパスを通し、9番キャッチアンドランでファースダウン。キック成功、3点追加。キリックストヨタブルファイターズ3点、昌栄ブレイザーズ0点。インターセプト、クォーターバック10番が投じたパスを取ったのはキリックス9番。タッチダウン、クォーターバック3番、ワイドレシーバー9番へのフライパス、これを9番エンドゾーンでキャッチし、タッチダウン。キリックス6点獲得。パス成功、ファースター。 QB スタック、クォーターバック10番パスを閉じようとしましたが、これをキリックスが QB スタック。パス成功、ファースター。インターセット、クォーターバック3番ロングパス、しかしこのパスを取ったのは昌栄12番、攻守交代です。ターンオーバー、 QB サーク。クォーターバック10番パスを投じようとしましたが、これをキリックス72番が QB サーク、ロスしております。昌栄リターン、リターンは20番、このリターンはよくハーフウェイを越え相手陣からの攻撃を獲得しました。ナニマック13番、ダイブフェイクオプションのピッチを受け右オープン展開。昌栄ファーストダウン、ランニングバック13番ハンドオフからチを突破、ファーストダウン獲得です。昌栄ブレイザーズフォースダウンギャンブル、ワイドレシーバー15番ヒッチパスをキャッチアンドランしましたが、ファーストダウン獲得至らず、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー、クォーターバック10番プレーアクションからのパスを試みましたが、この時にプレッシャーからスクラム、
しかしノーゲイン、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー3-22キリックス、フォースダウン、パントフォーメーション、このパントシャンク、結果ほとんど陣地挽回できず攻守交代となります。中央へのランプレー、キャリア20番、しかしこの時にボールをファンブル、ファンブルを抑えたのはキリックス1番、したがって攻守交代、ターンオーバー、インターセプト、クォーターバック10番、ロングパスターゲット15番、しかしこれを取ったのはキリックス22番、攻守交代です、ターンオーバー。タッチャー、ランニングバック16はハンドオフから超突破、そこから右サイドライン側にカットバック、そのまま相手タックル振りほどき、タッチャー、キリックス6点獲得。ボールオン自陣35ヤード、ナイスキャッチ、ファーストダウン。キック成功、3点追加。ショーウェイブレザーズ3点。キリックスレタブルファイターズ17点。オンサイドキック。ここでボールをファンブル、ファンブルしたボールを抑えたのはショーエ、したがって攻守交代、ターンオーバー。パス不成功、ターゲット83枚のパス、しかしこれもカバーされており、パス不成功。タッチャー、なにわ16はハンドオフから左オフガード付近を駆け上がり、そのまま独走、タッチャー、キリックス6点獲得。パス不成功、クォーターバック10番、ワイドレシーバー15番へのロングパス、しかしカットされパス不成功、43ヤード。キック成功、3点追加。ランニングバック20番、ハンドオフから血を突破、約7ヤードゲイン。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、キリックソレタブルファイターズ27点、ショーエーブレザーズ3点、キリックストレタブルファイターズの勝利です。次の戦いを頑張ってまいります。次の戦よろしくお願いします。